化学調味料、北王子ンジ人化学調味料は近来非常に宣伝されているが、私は化学調味料の味は気に入らない。料理人の傍らに置けば、武将からどうしても過度に用いることになってしまうので、その味に災いされる。私などは化学調味料を全然調理場に置かぬことにしている。 化学調味料も使い方でお惣菜的料理に適する場合もあるのだろうが、そういうことは純粋な味を求める料理の場合には問題にならない。今のところ純粋な味を求める料理のためには、なるだけ化学調味料は使わないのが良いと思う。上等の料理、最高の料理には、私の経験上化学調味料は味を低め、 かつ味を一定していけないようだ。昆布なり鰹節なりの出汁で自分流に調味するのが一番いい。たとえ化学調味料がいいとしても、ものにはそれぞれ千差万別の持ち味があるのだから、こればかりは人間の力ではどうすることもできないものだと言えよう。それを化学調味料という一つの味で、日本料理、中国料理、 西洋料理と調味するのは無理である。そんなことをするくらいだったら自由自在にそれぞれの持ち味を取り入れたら良いのであって、それに砂糖、塩、酢、酒などで補えばよろしい。化学調味料も死んだ味を生き返らせる意味である場合はよろしい。私のところでは100グラムの缶だと3年経ってもまだなくならない。本当に 化学調味料を活かして使っているのは私だけだと言えるだろう。来客料理、あるいは私一人の料理の場合に使ってはいるが、機微を得た使い方をして活かしているのである。化学調味料を使用すれば、武将者には誠に都合がよろしい。だが、これらの人々は味の低下をもたらす元凶だと言いたい気がするのである。彼らは、 化学調味料の真の活用法を知らない都配と言えよう。昔私が星ヶ丘で料理の講習をしていた時に、味の素社長夫人が、超高生のメンバーに加えてほしいと言ってきたことがあった。私はその時の講習で、味の素をなるべく使用するな。料理が台無しになると言っていたのだから、夫人が万座の中でそれを聞くに耐えないだろうと思い、 諦めなさいとこととここづけたたがあった日本の食品材料には天与の美しい味がある。それは自然だから無条件で永続できるし飽きることもない。天の与えた自然の味を確認し、これを十分に活かすことを考えてほしい。ただし、これは化学調味料のような粉末ではないので、湾の中に振りかけることはできないが、味もあり栄養価値もあるのである。 手間はかかるが、化学調味料を用いるくらいなら、こちらの調味料、すなわち自然の持ち味を活かすことをお勧めしたい。ラジオテレビなどで認識不足な料理研究家が、むやみと化学調味料に依存するような低たらくはせぬ方がいいように思える。昭和8年。